田島要君。ええ、田島要でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あの、今のお話もありましたけれども。ぜひ、この、お、刻々動く情勢の中で。最悪と想定、最悪を想定し、そして、先手先手で。対応していただきたいということ、を私からもお願いしたいと思います。総理、あの。これまでのですね、コロナの中で。国民皆保険の国と。 いうのに一体何たること、まあ、よく指摘をされております医療を受けられずに命を落とされた方が大勢出ましたまあ、そういう最中で今度の新たなオミクロン株であります岸田総理にお尋ねしたいと思いますこういうことは繰り返さない二度と繰り返さない国民の命と財産を守るそのことを今度こそ失敗のないように行うということの覚悟をお尋ねしたいと思います 内閣総理大臣岸田文雄君政治の最大の責務は国民の命や暮らしを守ることであると認識をしていますあの総理に就任してから後強力な変異株が出現する等も含めて最悪の事態を想定しこの取り組みを進めていきました今回のオミクロン株の流行に際しても G7 で最も厳しい水際対策を行うことによって、この国内へのこの侵入をこの最小限に抑え、そして時間を稼ぐことによって、医療体制を準備し、そして予防、検査、早期治療の流れを強化する、こうした取り組みを進めてきました。こうした体制を しっかりと機能させることが今我々に課せられた最大の課題であると認識をしていますご指摘のように命、国民の命暮らしを守るために政治としてしっかり責任を果たすべき全力で取り組んでいきたいと考えます田島金目君政治は結果責任ですあれをやったこれをやったこれがやってあるそういう話ではなくて去年起きてしまったような あのような悲しい事態、お医者さんに診てもらうこともなく、命を落とした人が全国にいらっしゃる、これを二度と繰り返してほしくないと、そのことの覚悟を持って臨んでいただきたいというふうに思います。まあ、そしてもう一つですね、まあ、昨今言われているのは医療のことだけではなくて、社会が機能しなくなってくると、今この感染力の強さの中でですね、まあ、社会全体の麻痺してくるんじゃないかと、私、懸念しておりますのは、 やはりオミクロンで命を落とすということだけではなくて、これからやはり、岸田総理もご自身の気候の中でも書いていますけれども、やはり貧困と格差の問題、経済的に大変苦しい状況に追い込まれる方が、今年もますます増える可能性があると、そうした中で、自ら命を絶たれる方のことも、最悪を想定して、しっかりと 手当てをしていただきたいというふうに思います配布した資料の2枚目をご覧いただきたいと思うんですがこれですねまあ、この我が国のこの自殺対策ということはまあいい結果を出してきているところがありますまあ、ちょうど10年ぐらい前ですか、えー、鳩山政権だったと思いますけれども当時の長妻厚生労働大臣あるいは長浜副大臣、えー、山井政務官ですねまあ、そういったメンバーとともにこの自殺対策に対しての強化が スタートしそこからです、ねまあ、以来、安倍政権になっても、ずっと今日まで、まあ、数字が下がってきた、それは本当に良かったというふうに思います、私も超党派の議員連盟で取り組みを続けておりますが、残念ながら、一昨年ご案内のとおり、若い女性を中心に自殺者数が跳ね上がってしまっていると、まあ、こういう状況があるということ、誠に残念であります。 昨年の速報値はちょっと数字が下がったということも言われておりますが、しかし考えなきゃいけないのはやはり医療よりも少しタイミングが遅れて経済困窮で行き詰まる人増えてくるのではないか、そういう最悪の事態をぜひ想定をしていただきたいというふうに思います。まあそこでまあこれは次の資料をご覧いただきたいんですけれども、菅総理の時にですね現場にえ行っていただき、そしてえまあ政府からの支援についての お話し合いがあったということを言われておりますが、河、ま、川、あ、が引かれております、まだまだ政府の支援が十分ではないと、まあ、今回60億円という予算、そしてまた孤独担当大臣ということで、前進している面はあるわけでございますが、まあ、岸田総理にはです、ね、この菅総理が現地まで行っていただいて、いろいろお約束をされている、まあ、このことが引き継がれているのかどうか、まあ、ここは極めて大事だというふうに思います。 医療,で医療にかかれずに命を落とされる方もゼロにしてほしい、まあ、しかし、追い込まれて、鬱になって、自ら命を絶たれる方、まあ、これはなかなかゼロにはできないかもしれないけれども、この岸田政権の下で増やさせない、こういう覚悟の下にです、ね、この予算の措置、特に現場からの声は、単年度の予算ではです、ね、やはりいい人材の育成ができない、まあ、岸田総理は人への投資が大事だと。 こういうことも強調されておりますけれども、ここの分野も大事なことは、寄り添ってあげられるボランティアの方の育成が厳しい状況にあるんですね、そして残念ながら、外から入ってくる SOS の電話、半分も出れてないんです、だから現実、したがって最後の SOS が声を届けることなく、自死に至っている、こういうケースが相当あるのではないかということが懸念されるわけであります。とも本来であれば国が 直営でこういった体制をしっかり整えるべきだと私は思いますが、まあ、しかし今、民間のさまざまな団体がこういうことを頑張っていただいている、ぜひともです、ね、民間の優れたところを生かしながら、しかしお金の面で心配をさせない、人づくりをしっかり行って、苦しい人、落ち込んでいる人、行き詰まっている人々に支えてあげられるような、寄り添ってあげられるような、そういう日本にぜひともしていただきたいと。 そのよう,うに考えておりますぜひその点、きちんと受け継いで実行していく、他年度の、まあ他の自治体ではです、ね、3年ぐらいの予算をまとめて約束することもやっているそうですね、そういう始まっております、そういう柔軟な財政支援もぜひ含めてご答弁いただきたいと思います内閣総理大臣、岸田文雄君。えまずあの政治姿勢を引き継いでいるのかと、質問に対しましては、しっかり引き継いでおります。そして あの困難を抱える方々と、行政の橋渡しをされるこの NPO 等の方々への支援、これは誠に重要であると思っています。私もあのえと子ども食堂ですとか、あるいは困窮者支援を行う方々、NPO の関係者の方々と、車座でいろいろ意見を聞かせていただいた、こうした経験をいたしました。 そうした声をしっかり聞かせていただきながら、昨年末、政府としては初めて重点計画を取りまとめました、あの孤独・孤立に苦しむ方々に寄り添い、支えるために、官民、そして NPO、この緊密な連携が重要であるという考え方をしっかり掲げて、支援を行っています。そして具体的に 令和4年度予算、令和3年度補正予算、63億円用意をして、NPO 等への支援を行うことにしております。この中で、地域の子どもの未来応援交付金による子どもの居場所づくり、あるいは自殺防止、困窮者への生活住まいへの支援、 に取り組む NPO などの支援、こうしたものをしっかり盛り込ませていただいているという次第であります田島幹事もう少し明確に、ですねあの総理がお約束しているのは、思い切って複数年にわたって、見通しが立つような形での支援ということを現場でおっしゃっておるんですね、その点について、自治体がもう始めているところがいくつもあります。そういいっったたアプローチでやっていただけるか それが人づくりという意味では大事なんです、よろしくお願いします内閣総理大臣、岸田文雄君、はい、あの見通しが立つために、先ほど紹介しました重点計画というのを作りました、この重点計画政府であの、政府として初めて作った重点計画に基づいて、これからの見通しをしっかりと感じていただける中で、政府としてもしっかり支援を行っていきたいと思っています。 島かなめ君、まあ、あの受け継いでいただくものと信じてあの、これからもお願いいたしたいと思います。総理、あの先日私もです、ね、新宿都庁の下であの、食べ物をお渡しするボランティアに行ってまいりました、あの土曜日でしたけれども、429人の方ですね、9割が男性、1割が女性、そのときは子連れの方はいらっしゃいませんでした。 まあしかし、聞いてはい,たいましたけれども、やはり見ると、非常にショックを受けますね、いろんな食材がボランティアで届きますが、当然、数はバラバラでもありますし、早く来た人は10種類、最後の人は3種類、こんなようなことにもなるわけでございます。総理、そういう場所にも行かれておりますでしょうか内閣総理大臣、岸田文雄君。指摘の 場所には行ったことはありませんが、あの先ほどあの紹介させていただきました車座対話の中に、あの新宿で食料支援を行っている方も参加していただいて、その方々からお話を伺う、こういった機会はありました田島要すね 民間のそういうボランティアの団体のニーズ、そしてお困りの状況は、結構近いものがあるのではないか、やはり国からの支援が非常に時間がかかったり、いろいろな書類の手間がかかったりですね、ぜひ岸田総理の聞く力を発揮していただいて、永田町で聞くのではなくて、現場に行って聞いていただきたいということをあのお願いをしたいというふうに思いますま。いいずれにいたしましまてもです、ね まああの国民皆保険の国でありながら、医療にアクセスできず命を落とす、あるいは食べるものがなくて命を落とすような生活困窮の状況が、本当に私はテレビや新聞でしょっちゅう見れる、そういうこと自体がですね異常なことだと思います、恥ずかしいと思います、そういう日本を新しい資本主義では貧困格差、おっしゃっておるんですから、総理にはですねぜひ、なくしていっていただきたいというふうに思いますま。もう一つテレビでですね 食べるものと合わせて、住む場所に暮らせない人も今、増えていますね。衣食住と言いながら、食も不十分、住も不十分、一体どういう国なんだと、どこの国の話なんだと、日本の話ですよ。ぜひ、岸田総理、今までの何か政治の間違いで、こういう日本が広がってきたのではないか、まあ、総理のこの機構には、そんなような気持ちが込められていると思います。それを変えていいいかななきゃいけない私はもう一つ 午前中最後の質問ですが、申し上げたいのは、住宅に関する手当の支援というのは、これやはり喫緊の課題ではないか、日本だけが先進国の中で、そうしたところに非常に弱いということがデータ上も出ております。ご覧いただきたいのは資料の4です。GDP のどのぐらいの割合の住宅手当が提供されているか、いや、生活保護があるじゃないか、住宅扶助があるじゃないか、それじゃダメなんですよ。 先進国のまあもうほぼ常識として、もっと幅広い形で、期間を限定せずに、GDP のパーセンテージとして、このようなまあ河川敷ってありますま、一番力入れているのはイギリスだそうでございますが、GDP の1.34%、日本で引き直せば、それはかなりな大きな数字ですね、5兆円以上の6兆円、7兆円、そういった数字になります。日本はははそそそれれにはほど遠いいおららく5000億ぐらいそれは 生活保護の住宅浮上に大体相当すするるそれが体操を占めると思います先進国でありながら、食べるものがないという人がいたり、先進国でありながら、住む場所から家賃が払えなくて、寒空の下で暮らさなきゃいけない、しかもテレビでやってたのは、子連れのお母さんですよ、泣けてきますよ、恥ずかしいですよ、こんなことが続いていたら、これを絶対に起こさせないということ、そして必要ならこの住宅手当というのを、 もう少し他の国との比較を研究していただいて、総理の下でしっかり強化できる、こういう国にしていただきたいと思いますが、いかがですか内閣総理大臣、岸田文雄君。えっと、まずあの委員ご指摘のような、まあ、現状に対して、政治としてしっかり責任を果たしていかなければいけない、これはご指摘のとおりだと思います。また、住宅ということで申し上げるならば、まあ、空き家の総数は増加しているにもかかわらず、 このコロナ禍の影響等によって、収入減等が起こり、そして住居を失う方が増加している、こうした厳しい現実に対して、政治として、この住まいの確保等の支援、 あのまあ、従来からこの公営住宅の供給ですとか、民間賃貸住宅,えええ住宅の空き家等を活用したセーフティーネット住宅の登録とか、さまざまなあの施策は用意はされていますが、あのまだまだ厳しい、えー、現実の中にあって、引き続き取り組みは推進していかなければいけない、こういった問題意識を持って、えー、具体的に検討を続けていきたいと思います。はい ね、ありがとうございます。まあ、あの、かなり見劣りするのが住宅支援です。その部分、ぜひ心して、強化をしていただきたいと、以上終わります。ありがとうございます。午後一時から。委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。